こんにちは、日向陽一です。今回は離婚回避の相談で夫婦関係が修復できないケースということでお話をしていきたいと思います。実はですね、昨日もそして、今日もこれからお試しのカウンセリングをさせていただく予定なんですけど、ですね、夫婦関係の修復ということを、ご相談で受けているんですけど、修復できるケースと修復できないケースというのがあるわけですね。で、ほとんどの場合は、どっちに転ぶか分かんないというか、人間の心っていうのは、そういう意味で変わりやすいので、努力することによって、回復できるケースというのもあるんですけど、私自身そのご相談を受けてきて、これは難しいかなっていう、もう最初から分かるケースっていうのが、いくつかありますので、それはどういうケースなのかっていうことをお話していきたいと思います。で、ですね、もうまず間違いなく間違いなくてやっぱり言い方はちょっと難しいんですけど、神様は奇跡を起こされる方ですので、ただ経験上、非常に難しいなと思うケースはどういうケースかということを、お話していきたいと思うんですけど、ですね、連絡が取れないというケースですね。で、それは失踪っていうんですかね、いなくなってしまって、もうどこにいるかわからない、で連絡が取れないというケースがあります。で、それは一つのケースですね。でもう一つはいわゆるフィジカルバイオレンス、DV ですね、暴力があった場合に、そしてそれが一方的な暴力であって、多くの場合男性、夫側から、妻が暴力を受けるというケースで、妻が、逃げていった場合で、最近は増えてきているので、この逆のケースもあって、ご主人が、奥さんから、これは、フィジカルバイオレンスじゃないんですけど、別にした方がいいですね。ごめんなさい。ちょっと話が前後しますけど、まずはご主人から、肉体的な暴力を受けて、奥さんが避難したというか、シェルターというか、そういうことで逃げておられるケースですね。で、もう一つがご主人、これは両方のケースがあるんですけど、言葉の暴力ですね。ひどく批判的というか、攻撃的なことを言われて、ご主人と直接話し合うことが、難しくなっているケース。今ちょっと整理するから言いますけど、1つ目はまず連絡が取れないケースですね。で、2つ目は、いわゆる繰り返しの暴力があって、奥さんが、逃げてしまって連絡が取れないケース、弁護士とかその調停経由じゃないと話ができないケースですね。そしてもう一つはこれは、男女どちらにもありますけど、言葉の暴力によって傷ついて、連絡が取れなくなっている、直接の連絡が取れなくなっているケースですね。で、どういうことかというと、直接話せないっていうこと自体がもう非常に難しい状況になっているということを、表しているわけですね。で、これはちょっと、物理学 の法則みたいな話なんですけど、例えばですね、金属っていうのはある程度の力が加わっても、戻ることができるんですね。これちょっとウィキペディアから持ってきましたけど、この金属をこっち側両側に引っ張ると、で、ここまでは元に戻るんですよね。これ力です。違いますね。これが、伸び幅っていうか、この距離ですね。そしてこの縦軸が、力なんですけど、ある一定の力までは
まあ、力を加えても元に戻るんですよね。だけどある一定のポイントを、ここ幸福点って言うんですけど、ここを超えるともう元に戻らなくなるということなんですよね。でそれはまあ夫婦の関係にも実は当てはまって、どんなに努力してもどんな何を言ってももう絶対に戻りたくないというふうに相手が思ってしまうポイントというのがあるんですね。でそれをまあご自身で判断することは非常に難しいので、まあ、それをご相談の中で確認していくというか、まあ、そういうことをしていくわけですけど、まあ先ほども申し上げた通り、まあ、奇跡は起こるので、まあ、絶対にっていうことは言えないんですよね。まあ、人間には絶対はないので、ただそういう意味で、多くのケース、私がまあ経験上というか関わらせていただく中で、今先ほど申し上げた、もう失踪して連絡が取れない、もしくは、直接関わることができないという状態になられてしまった。ご夫婦は、まあ、戻るというのは非常に難しい、まあ、いわゆるこの、幸福点を過ぎてしまっているということがあるわけですね。まあ、そういう場合は正直に、まあ、お試しカウンセリングの中で私も状況を伺って、あ、これはちょっと難しいですねっていうふうに申し上げます。まあ、ちょっと難しいというか現実的には不可能だと私は思いますということを申し上げます。まあ、それは夢も希望もないことになってしまうんですけど、まあ、それが相手をそこまで傷つけてしまったということなんですよね。ですので、まあこれよく私は借金に例えてお話しするんですけど、例えばすごい親しい友人がいると、でその人がまあちょっと1万円貸してくれないって言って、すぐ返すからって言って1万円貸しますよね。でそれを返さない状態でもう1万円貸してくれないって言ったら、ちょっともう貸せないですよね。でそれが、もうちょっと想像していただきたいんですけど、そのダメージがもっと大きいっていうことなんですよね。だから何を言ってももうあなたには貸せないよ、だって返してくれなかったじゃん。でそれが何度かね、いやもう1万円とか言って、もうなんか分かんないですけど、でいくらまでだったら許容できるのかっていうのは人によると思いますけど、あ、この人返さない人なんだって一度思っちゃったら、まあ、一度失った信用っていうのは、まあ、取り戻すことが、まあ、できないんですよね。ですのでそういう意味でちょっとでもその可能性があれば、まあ、そこに希望を見出してことに当たっていけばいいと思うんですけど、でも現実的に本当に難しいというケースであれば、まあ、それは正直に申し上げるようにしています。どうしてかというと、いや可能性あるから最後まで頑張りましょうって言ってもそう思えないのにそういうことを言うことはできないので、まあ、正直に申し上げるということがあります。でまあ、これは どうなのかっていうのは、まあ本当に詳しく聞かないとわからないので、まあ、難しいだろうなと事前の情報をいただいて、もう話を聞いてみると可能性がある場合もありますし、まあ、そういう意味でまあ相談をされるっていうことは、まあ、私にということではなくても誰かに相談して、まあ、第三者の冷静な意見を聞くっていうことで、まあ、それは難しいんだっていうことを、まあ、自分自身で、ね、受け止めるためにも、まあ、必要になってくるかなと思います。ということで、まあ、本当は、ね、もうちょっと希望の持てることを申し上げられたらいいんですけど、まあ、現実を見るっていうことも大切なことじゃないかなと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。